最終点豊橋駅で、新幹線始発大垣行きに乗り継いで、なんとユニクロじゃない。ございます。米沢泉のフィールファイン TV です。朝の早朝の錦糸町駅ですね。昨晩わざわざ買いに来たね、ギリギリ間に合うよっていうね、18切符春に使わなかったので本当久しぶりですね。この夏1回目というかですね、1冊しか使えません、この1冊しか使えませんが、1回目に入居いただきました。はい、そして本日金曜日ですが、休暇をいただきまして、これから新大阪へと向かいたいと思います。はい、というわけで錦糸町から国家の18切符1回目の旅開始でございます。まあ、旅というか移動だね。総武観光線三鷹行き、なお普段でしたら1時間前のね、1時間以上前の始発に乗ることになってますが、今日は大阪に3時過ぎに着けばよいので、これでベストワンが着きます。そして本日、中部伊勢で大雨が予報されていますが、一応今のところ計画運休はないみたいですね。ということで突き進んでまいりましょう。まあ最悪6時までに着けばなんとかなる。6時から4時までです。はい、乗り継ぎはもう一パートの京浜東北線でも大丈夫ですが、やってまいりましたので乗りましょう。秋葉原駅から山手線外回りでございます。先ほど言わせられましたけど、総武観光線いつも通りの話ですが、書店より空いているという、4時台の書店より空いている、それだけこの時期でも朝帰りの人がいる、むしろこっち混んでますね、書店より。東京駅で始発熱海行きに乗り換えですね。本日定時スタンでグリーン車乗りません。まあ別にそのぐらいのお金はあるんですが、まあこの時間なんでね、まあ、途中混むかもしれないですけどね。はい、普通に乗ってまいりました。はい、終点熱海駅で熱海行きダッシュですね。はい、ございませんでしょうか、今一度お確かめください。3分差乗り換えです。地下道急ダッシュですね。ちなみに車内では特にね、今朝昨日5時間睡眠なんですけど、眠いんですけどね、やらなきゃいけないプログラミングがあるという人生の分岐点ですね。環境設定で落ちたグレードルのバージョンがスプリングブートと合わないっていう、そもそもスプリングブートって使ったことないのに使わなきゃいけないっていう、厳しいものがありますから。そしてインテリジェイはひたすらバッテリーを食う、やってられません。余裕バッテリーがあるんでね、なんとかなりましょう。というわけで乗車してまいりましょうね、こちらね。はい、熱海駅始発 JR 東海に入ります。静岡駅です。本当鼻マスクやめてほしい、顎マスクか。静岡で後ろ三両駅に話しました。というわけで終点静岡駅で始発、浜松行き、あ、トイレがない、やばい、1分差乗り換えです。はい、はい、愛の駅です。なぜここで降りるかというと、ここで豊橋行きに乗り継ぐんですね。はい、この手前の掛川からね、あれです、始発の豊橋行き、まあ、これはまたトイレはないということですね。まあ、どこかで乗り継がなきゃいけないので、確実にエスカレーターがあって同一ホームのこの愛の駅で降りました。もちろん米沢上下車済みですけども、あんまり記憶がないね。なんか出札補充券で発行した片道切符で
隣で途中下車して往復で券売機券で戻って降りたような記憶があります。後で調べましょう。はい、無事トイレをね、広々としたところで、終えまして、豊橋駅です。またトイレないですね。で先ほど、ここ、補充券で、ね、袋いかなんかで途中下車して切符買って戻ったっていうのは大嘘でしたね。普通に18切符で1駅ずつ順に降りてってました。はい、失礼いたしました。2008年のことです。そして実は、6年前2015年にもです、全く同じことやってますね。ここでアイノで降りてトイレに行ってまた、次のに乗るってやってましたね。はい、そんな状態です。豊橋駅、国鉄時代からの車です。製造は JR 東海だったとよく分かってないです。生病床は怪我のもと。はい、終点豊橋駅で、新幹線始発大垣行きに乗り継ぎです。なんとユニクロじゃない。マジかよ。仕事したいんだよ。仕事じゃないんだ、コード買いたいんだよね。これはむしろここってことか。終点大垣です。このホームから前までは出るそうですが、この列車は折り返しとなっており、で一旦降りたいと思います。はい、先ほどの豊橋行きが折り返して、行った後、ご覧のようにポイントを渡りまくってですね、渡り線を渡りまくってやってまいりました。始発前原駅。始発じゃないですよ、折り返しですね。あ、いや、始発でいい、始発でいいけど折り返しなので渡り線ね、上り線からまた方ですね。いや、もうあんまり風がとてつもないことになってますね。風がすごいです。前原で新快速姫路行きに乗り換えですね。はい、あ、トイレから解いてるの仕方ないね。はい、はい、新大阪です。新大阪なんですね。これで本日の移動おしまいでございます。このね、駅の近くの水場ということで入りましょう。はい、もう道にちょっと道っていうか出るまで迷っちゃったけど、このように在来線が通っている横、こちらのビジホですね。こちらのビジホで本日お泊まりでございます。1泊2500円ですね。はい、チェックイン終えてお部屋に入りました。ご覧のように中で、ね、冷蔵庫だけじゃなくて電子レンジも個別についてるって。実はこれもう完全なペンシルビルっていうか、あの細長、奥行きが細いビルで、多分置き場所はないんでしょうね、いうことです。ワンフロアに4部屋しかないっていうことで、トレインビューじゃないって、まあそれはそうだ、こっち側に窓のある方に電車取ったら映るもんね。はい、ビジョンに荷物を置いて、新大阪に戻ってきまして、1階味の小道、こちらもじゃカレーさんで本日激辛1000杯をいただこうという目論見なんですが、なんと開いてない、しか支度中になってて4時ぐらいからオープンするっていうね、今待ってるところでございます。新大阪駅からすぐのビジホでね、今ようやく落ち着いたところです。何やってたかっていうと、まずもじゃカレーね、激辛いただきました。こちらね、詳しくは例によって激辛動画ので見ていただきたいんですが、本気で辛かったです。
ただまあサフランの世界一辛いカレーよりはちょっと辛くないぐらいですかね。胡椒が多いっていう感じですね。唐辛子だけではなくてね。で、やっぱりもう、まあ、違和感ちょっとありますよ、まだ。痛くはないんですけどね。ということで、なかなかなものでございました。そして、まあ、これね、前の職場の同僚の、で、一緒に激辛部やってた、まあ、F さんという方がですね、大変私もお世話になってるんですけど、一緒にチャレンジしたらですね、まあ、辛さはギリギリ大丈夫だけど、ね、量が多すぎるってことですね。最後死にそうになりながら食べてましたね。はい。でもまあ、彼も完食してましたってことで。二人、先輩完食でしたね。はい。さあ、そんで、その後ですね、全く動画も画像も撮ってないんですけども、新大阪駅内、駅中の、改札街のスタバで、抹茶フラペチーノを二人で飲んでお茶して、というか、むしろ、胃を休めてですね、まあ、ちょっとくっちゃべりをして、もちろんマスクしながら。そして、こちらに5時半に戻ってまいりまして、その後、6時からですね、まあちょっと某面接をやっていたということでね、先ほど、丸という報告が来ました。さあ、頑張ってコード書かなきゃいけないんだけど、さすがに激辛動画だけは公開ってことでね、今これね、Android から、動画を転送したってことなんですけどね。はい、激辛動画の編集公開だけやって、この動画の公開は多分、で、ここの動画で喋っても意味がないんですけども、編集はちょっとやって、あとは、コードをじっくり書きたいと思っています。おはようございます。新大阪駅脇にあります、ビネスホテルの朝でございます。はい、昨日はですね、いろいろやって面談の後で、動画を送りましたけど、PC の調子にぐったに悪く、動画編集ソフトファイナルカットプロがめちゃめちゃおかしくなって、まあ、OS 再起動して直ったんですけど、そんなこんなで激辛動画の公開が遅れましてね、そのまま寝落ちしておりますということで、昨日の分の動画12分ぐらいしかないので、今日の途中までまとめておきます。で、寝落ちしまして8時間半睡眠で起きました。もう時間があんまりなくなってしまいましたね。今シャワーということで、今日の予定ですが、夕方から焼肉パーティー、そしてその前にどっかで駅から行って、その間は他は全部プログラミングという、そういう、ね、状態になっています。はい、ビジョンをチェックアウトしまして、新大阪駅東口の1階から3階まで階段で上がり、延々歩いて今度は2階に階段で下がり、そしてエスカレーターでまた3階に、違います、御堂筋線の改札に入場してエスカレーターで今3階にあるホームに、はい、さあ、ということで、とりあえずですね、今日これから心斎橋に向かうんですけども、とりあえず心斎橋まで、でも店が開いてないんで、ちょっと1時間ちょっとぐらいちょっとプログラミングをする予定です。はい、そもそも一席間違えてました。中本駅に乗りましょう。心斎橋駅に乗りました。あ、ここ両方聞いてますんで、ここでちょっと降りないでプログラムに持ってきます。はい、心斎橋駅で降りてですね、まあ降りるのがもうこのここに一番近いところで降りようとしてね、中堀鶴見緑地線のホーム経由して吉田線の出口で出るというですね、ものすごいメーズで、これ撮っとけばよかったなって話なんですけど、撮りませんでした。そして出てね、仕事してね、終わってから、仕事じゃないや、プログラミング終わってから、そのメーズの果てにやってまいりました、こちら、ギロチンでございますね。はい、本日の激辛チャレンジということになります。はい、辛いもん屋ギロチン南千葉店から、500メートルぐらいですかね、歩いてきまして、こちらコンセントカフェというところでね、ちょっとここで、激辛動画の作成配信とプログラミングをしたいと思います。はい、おしゃれなカフェですね。そして、Wi-Fi も使えてコンセントも使えるということで、フリードリンクで、最初の2時間550円、延長30分138円と、各種電子マネーですが、素晴らしいですね。はい、ここでまず動画の編集やってから、その後プログラミングをしましょう。はい、コンセントカフェ2時間ちょうどで出ました。そして 1.4 キロ歩いてまいりまして、タッチの差で乗れず、予定より考えてたの1本後の
京阪の特急天満車の行き淀屋橋です。もうダメだ。はい。犬の方やっぱり違和感がありますね。そうだ、コットの感想、コットじゃない、呪いの感想言ってませんでした。辛いもんやギロチンのチャーハンコット。チャーハン呪い1070円。ジョロキアがね、火の粒がね、上に1個乗ってます。炙り生ジョロキア、まあ、回答だと思いますけど、まあ、なかなか辛かったというね、まあ、思ってたよりは辛くなかったですけど、ただやっぱり生ジョロキアを身は1個食べないと完食にならないのね。でそれを完食しないと次のね、ゴッドを食べる権利がないんで、ゴッドは3粒乗ってるんですよ。でまあそのためにですね、今回、まあ、楽勝で食べられたんですが、しかも、まあ、チャーハン自体はちゃんとね、その辛さでも美味しくなるようなうまみ塩味の塩気のバランスで良かったんです。まあやっぱりそのね、炙り生ジロキアが今胃に効いてきてますわ。もう動画上げちゃったんだけどね、さすがです。食べてる時の辛さはそうでもなかったです。さあまだこれ一旦ドア閉まるのかな。扉を閉めて車内整理を行います。はい、乗れます。乗りましょう。一人席がいい。はい、丹波橋19腕町柳中点まで完璧に停車にドイツ戻りたい。はい、東北駅で降りました。奈良線は全線中、運転休止ということでね、あれだそうです。なんすか、大雨の影響ですね。まだほとんど降ってないんですけどね。というわけでここから京都宴会ということで、前哨戦今回のための全般、前半もう噛みまくりだな。はい、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。